オネグリフはどこにある？オネグリフ、それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか？いやよ、私はこの国の王女に。まだ間に合う、攻撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。ルフィさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。リリー、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに砲撃手がいるはず、探すのよ。行ってろ、子供。ラブ、この子もの雷警報発令よ、サンダーボルト。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな。5キロを吹き飛ばす砲弾から、それだけ出かければ飛距離も落ちる。となるとやっぱ広場の近くだ。が置けて広場に近い場所。分かった、みんな、砲撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。時間は残りわずか、急いで砲撃手を探すのよ。ラブ、この子もの雷警報発令よ、サンダーボルト。ちょっとあんたたち、何ぼーっとして。
こいつがポーネグリ、世界最…記されていない。何、フルトン。そうか、ポーネグリフのある場所へ。しかし、あなたがそういう行動に出るのは私に考えが。全てを許そう、ニコロビン。なぜなら俺はアナクから誰一人信用し合いねえからさ。ここから先は行かせねえ。目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。俺を誰だと思ってる。力見ろ。リビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てちまえば。死なせたくねえから仲間だろうが。死なぬシュート。いてろクソども。行儀は悪いな。雷警報発令よ。このゴムのキャノン。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。お前なんかじゃ俺には勝てねえ。俺は大陸王になる男だ。俺は負けねえ。どこの誰だろうと、俺はお前を超えてか。ゴムゴムのデザートストーム、ラスパーダ。上等だ。
はなやける。